はい、おはようございます。今日は2019年10月30日、今日も霧が出てますね。これは今日も暑くなるんかな。そんなところでね、今日も始まりますが、毎日ね、編集した後、アップロードして、それまあ一応自分で確認するんですけど、なんかやっぱりツッコミどころ満載いう感じですよね。昨日のでもなんかクワの振り方のコツとか言いながら、まあクワ振ってないですからね、あれこうガリ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 削っとるだけなんで、まあ振っとらんじゃろう言って自分でツッコミ入れたくなるような、まあでもあれはこうクワを使った時にですね、三角クワを使い寄って、あ、そういやクワを振る振る、まあたまにねこう溝を切ったりする時にね、クワを振ったりするんですけども、そういう時になかなかしんどいなと思って、そういやクワを振るコツっていうほどじゃないけど、まああるよなと思ってまあ喋ったんですけど、実際昨日やりおる作業っていうのはクワ振ってないですからね、こう削るだけで、まあそんなツッコミどころ満載のこの動画ですが、まあ今日もどんな感じになることやら、じゃあ今日もどんな感じになるか分かりませんが、スタートしてみましょう。それではハッピーチンゲンサイ。はい、というわけでね、僕は収穫は今終わりましたが、母さん、あとは残りを母さんが詰めてくれるのを待ってる間に、僕はまあ水やったり、今日ね昼から定食の残りの定食があるんでね、それの準備をしたりもろもろありますが、実はね、今進行中のことの中でちょっとまだ言えないんですけども、ちょっとビッグプロジェクトかな、どうかな、まあちょっといろいろ考えないけんことがてんこ盛りでしてね、今日は超忙しいんで手抜くわけじゃないんですけども、昨日のあの、ファームウォッチのねエディオンさんのね説明をねちょっとご覧いただこうと思います。はい、じゃあね母さん、今日はまた後から定食よろしく頼みます。じゃあね、はい、じゃあね、昨日の説明の様子をご覧ください。どうぞ。すいません。じゃあ改めまして、あのエディオンの小田井でございます。今日は貴重なお時間をいただきまして誠にありがとうございます。こちらの A4 盾のですね、人間祭部会様の向けのですね、農業支援システムファームウォッチのご紹介という資料が一部ございます。それから、ファームウォッチのパンフレットですね、添えておりますので、こちらを一緒にご覧いただければというふうに思います。でサービスの特徴ということでまとめさせていただいております。まずあのハウスの中のですね、温度、湿度、それから照度というですね、データをですね、これは今スマートフォンのイメージで、ご覧いただいたイメージを左の方につけさせていただいておりますけれども、日々の温度推移をですね、確認いただくということができる仕組みになっています。無線で、データを収集できるという非常に優れたセンサーになっておりますので、それはまた後ほどご覧いただければというふうに思います。それから、2つ目にハウスの遠隔操作ですね、これがまあ、あの既存の設備に対して利用できるということでございます。皆様のハウスの中にもですね、いろんな設備がおありになって、まあ、もちろん手動で動かしていらっしゃる方もいらっしゃるし、自動で、制御していらっしゃる方もいらっしゃると思いますけれども、こちらのファームウォッチの仕組みとしてはですね、そういった設備との接続が可能ということになっておりますから、離れたところからですね、遠隔制御で操作をするということを実現することができるということでございます。それから3つ目にですね、日々の作業記録を記録することができるということでございます。まあ、この例でいきますと、除草剤の散布をしたということを記録するという形ができるんですが、まあ、これいちいちタイプしなくてもですね、選択式で作業の項目が出てきて、
誰が何をしたかということも選択式でですね、入力していくということで、非常に入力も簡素化してですね、作業記録、日報ができるという仕組みになっているということでございます。まあ、あくまでお使いになる方にとって利便性が上がるように、作られているということでございます。最終的にはとにかく今やっていらっしゃる作業をですね、楽にして、実際に本議題の農業に集中していただくということが目的の仕組みだということでございますので、そこをまずご理解いただければというところが1ページ目の内容でございます。まずミニハウスのですね、作物を選ばずに簡単に導入できるということでございます。で、まあ、実際こういったものを導入していただいて、買ったけれどもやっぱりうまく使えないということが起こり得ると思っております。まあ、ここは私どもエリオンとしてもですね、家電の販売と同じようにですね、販売したものにつきましてはきっちりとサポートも充実させていただいて、対応していこうということで考えておりまして、まあ、設置、それから稼働監視、それから保守の対応といったところは弊社の方で実施をさせていただくということで考えておりますので、ご安心をいただければと思っております。まあ、遠隔から監視ができる、まあ、どこにいてもですね、温度の状態、湿度の状態、それから照度の状態、それから土壌水分の状態というものをですね、遠隔で把握することができる。現場に行ってハウスの中に行かなくてもですね、お家の中でも、あるいは外出先でも、いついかなる時でも把握するということができるというところが、機能になります。それから、先ほどご紹介しました遠隔制御ですね、離れたところからですね、お使いになってらっしゃるハウスの中の機器を制御するということが可能になります。あとは作業日報ですね、簡単な入力で記録できると先ほど申しましたように、それから、ギャップの申請ということについてもですね、今後のバージョンアップということで、対応ができるというふうに考えております。あとは拡張性としましてはですね、中の温度、湿度、照度に加えまして、土壌センサー CO2 そういったもののオプションをご用意しておりますので、必要に応じてそういったセンサーも加えて使っていただくということができますので、特に土壌センサーあたりは非常に有効かなというふうに思っておりますので、そういったところと、データを取りながらですね、適切な土壌の状態を把握して管理していただくということにお役立ていただければというふうに思っております。それから CO2 のセンサー等はですね、冬場に例えばその、光合成の関係で、CO2 が足らないという時にですね、CO2 発生器をたくということがおありになるとは思いますけれども、そういったものの判断としてですね、CO2 データを活用していただくということもあるやにお聞きしております。そういったセンサーとしてのオプションがご用意されているというところでございます。いろんな各機器がおありになるかとは思いますけれども、それぞれの制御盤に対してですね、既存の制御盤を変えることなくですね、そのまま遠隔制御端末を接続するということが可能になります。この遠隔制御端末というのは1機器に対してですね、2系統の制御盤をつなぐということができます。ここで言いますと、例えば CO2 発生器と、外張りのモーターが1台でコントロールできる、そういうふうな仕組みになっているということでございます。あとはこれと、集約装置というものがですね、ベースになりますので、ここの中に通信機器入っております。で、ここからクラウドに向けてですね、データを常に5分おきに計測データを上げているということになっておりまして、皆様の方でこれをスマホとかタブレットでですね、ご覧いただきながら設備の遠隔制御を必要に応じてやっていただくということが可能。既存のハウスでもですね、簡単に導入できると、繰り返しになりますけれども述べさせていただいておりますけれども、実はこれ意外と他社様の場合ですと制御盤自体を変えないといけないですよという話が ありがちでございます。先ほど申しました設備ごとに制御盤が書かれている場合ですね、その制御盤を統合してですね、1個の大きな複合制御盤に変えないといけないということは、更新する時のコストが上高になってくると
というところがございますけれども、まあ、そこはファームウォッチの場合は制御盤そのままに接続をつなぎ込みをする、まあ、あくまでこれは基本できるものがベースではありますので、まあ、ものによってはできないということも、あるかもわかります、まあ、これは現状させていただいた上 です、ね対応させていただくというところでございます、そこに行きますとファームウォッチの場合にはですね、必要なものに対してのみ導入していけるということで、まあ、すなわちスモールスタートで使っていただくということが可能になりますので、まあ、コスト面でも、皆様のご負担が軽くなるというふうに考えております。はい、以上がまあ遠隔制御というまとめでございますけれども、その下に、連動制御機能というのを少し入れております。これ前回皆さんからご質問をいただいた項目でございますけれども、今までのご説明は遠隔で、手動で制御できますというお話でございます、まあ、これは連動制御ということが今後予定されているということでございまして、まあ、具体的にはここに吹き出しが3つございますが、例えば計測している温度が何度以上になったら自動的に暖房を入れる、あるいは内張りビニールを閉めるというのをですね、もう自動でやってしまうということが実装されます。まあ、これはなかなか運用として、まあ、この判断というのは人がやるところをですね、システムでやっていくということなので、そこは今までの作業をきっちりと置き換えるというところはある程度検証しながらですね、乗せ替えていく必要があるとは思いますけれども、技術的には可能でございますので、そこはぜひご一緒にどういう判断でこういう自動にできるのかというところは、提案をさせていただければというふうに思っております。まあ、そこはファームウォッチということでですね、こういった環境データを使ってですね、自動的に制御ができるように今開発も進めていただいているというふうにご理解いただければ。これは土壌センサーですね。で、使用金は何ですか。はい、ですね。で、まあ、使用金も同じようにセンサーで、50メートルこれはまあちょっと優先で合わせていただかないといけないんですけれども、最終的には、土壌の中の、水分であるとか温度のデータを取得するということができるという形になっております。あと遠隔制御の端末でございますけれども、これがこちらの装置で、まあ、このボックスで、既存の制御盤と接続をするという形になっております。で、あくまでもこれも、この集約装置とつながないといけないんですが、ここは無線で、電波を飛ばしてくれますので、まあ、ここの間の配線も必要なくなるというところでございまして、まあ、今まで他社様の仕組みというのは割とこの辺が全て、まあ、線をですね、使って有線で結束が結線をつないでようやく張り巡らしてですね、使えるというものが非常に多かったのかなというふうに思いますけれども、まあ、そのあたりがですね、今日ご一緒いただいているこちらお三方 の大崎電機様、大崎電機工業様ですけれども、このファームウォッチにつきましては最先端とも言えるこういった技術です。特に無線を使って、糸も簡単に設置できるというところがですね、非常に優れている仕組みだと思っておりまして、私どもとしては大崎電機様のこのファームウォッチをですね、で我々のサービスとしてぜひ販売をしたいということで考えて、ご紹介に上がっております。まあ、トータルしますと非常に、コストは割安に、一つのハウス、まあ、1000坪単位のハウスのカバレージができるではないかということ です、ね、非常に大きな、投資メリットはあるというふうに思います。じゃあまず、はい、副会長にすいません、はい、こちらの、まあ、先ほどその説明があったと思うんですけども、そのアプリの画面になりまして、で、今まさに回されたセンサーの方で集めたデータがこのようにトップ画面に表示されると。で、まあ、この数字だけだと分かりづらいよっていう時は、まあ、ハウスごとのデータを見るっていうことができまして、失礼しました、こういった形でグラフとして見ることができると。今表示されているのは、まあ、センサー5つあるんですけども、そちらの平均のデータ、まあ、温度の平ここ分の平均
照度の5個分の平均といった形だったりとか、まあ、個別でもちろん個別で、まあ、ちょっと今あの温度が一定なので重なっちゃってるんですけども5つ分の、温度のデータっていうかというふうに個別で見ることもできます。これこのアプリは将来的には映像には対応してないんですかね。映像というとカメラをカメラで設置してその遠隔の、一応その構想としてはそういった形も考えてるんですけど、うん、あとは画像を乗っけて、まあ、アップロードしたりとかっていうのも一応考えてはいますね。画像で生育状況を見られるっていうのは結構ニーズとしてありとか、まあ、僕らハウスなんであれですけど、はいはい、例えば果樹園の人なんか獣害、鳥獣害のね、はい、あ監視としても一つあれば、はい、せっかく遠隔ができるならカメラもできればね、うん、接続できる形になってるんですか。はいはい、あの、ま、今はトライアルって形で、はいはい、できますけれど、まあ、画像なんで、あのこれご提供なるべくお約束するためにその回線を結構絞ってるので、その回線を太くすればあのクオリティの高い画像とかもご提供できますし、まあ、今構想としてはまあ、だけシステムとしてはできんわけではないですね。はい、準備としては、うんうん、まああの用意はしてあるけどもというところですね。はい、はいはい、であとは、今が先ほどが今、遠隔監視のところだったんですけども、まあもう一つ日報を書くというツールがありまして、でまあこういった、まあ、項目がたくさんあるんですけども、例えば今日の作業の内容を記録していくと。例えばまあ作業開始時間だったりとか終了時間、作業内容、場所だったりとか、まあ、作業者というの、まあ、こう項目がありまして、こういうのをまあワンタップでこういうふうに選択していけるので、まあ、簡単に入力ができると。でもちろんこれで情報量として足りないよっていう場合は、まあ、任意あの文章としても記録することができるので、まあ、柔軟にその作業内容に対しては対応できるかなっていうふうに考えていますね。それは Excel かなんかでアウトプットできるんですかね。この日報ツールという単体の機能だとできないんですけども、今あの GAP に対応した機能がありまして、その場合は出力し Excel かなんか出力して、まあ、GAP の調教として出力するという機能はございます、うん、はい、というところです。はい、今日もお疲れでした。今日も母さんとこの前の続きをね、2人で植えました。母さんご苦労さんでございました。お疲れ様でした。はい、今日もねちょっとギリギリ時間が5時になりましたが、まだ明るいんでね、僕この後防除がハウス1棟あるんでね、ちょっと今から急いでやらなきゃいけませんが、エディオンさんのねファームウォッチのプレゼンテーションいかがだったでしょうかね。まあちょっと分かりにくい方はね、まあ僕は時間があればね、あの資料 PDF に変化してこう概要欄にどうぞってやりたいんですけども、時間がね忙しいんでね、また暇があったらやりたいと思いますが、気になる方はね、エリオンファームウォッチかなんかで検索かけていただいたら何らかしら出てくると思いますのでね、ちょっと確認はしてないですけども、気になる方は検索かけてみてください。まあ大変面白いシステムだと思いますし、他社と比べて安いのも分かりました。でまあそれはもっとよりですね、まあ、家電のエリオンさんがねこうやって農業の分野に進出して、来られて、その、まあ、企業理念としてね農業を応援するという企業理念を持ってやられるというのは、まあ、この家電厳しい家電業界の中でね一つの差別化になるんではないかと思いますのでね、なかなかいい取り組みだと、まあ、あの僕みたいなもんがあの偉そうに評価するわけでもないですが、いろんな企業さんがねこうやって農業に目を向けていただけるっていうのは大変ありがたいことだと思います。そんな感じで、これは業務連絡です。太郎くん勝手に写してごめんね、これアップしてますんで、もう写っとるんでもう遅いです。それとこれも業務連絡、ひろまさくん、あの太郎くんに YouTube これチャンネル教えてくれてありがとう。どんどん拡散してください。それではそんな感じで今日も締めたいと思います。母さん行きますよ。それではまた明日、ハッピーチンゲン祭、ありがとう。急げ防除。